おはようございます。令和元年5月2日、古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん今日はこんな感じです。はい。えー、ゴールデンウィーク半ばすぎまあ、10日の10連休、半ばすぎましたけど、皆さんいかがお過ごしですかえっとね、古民家風の家ではなんと10連休中、ありがたいことにずっとゲストが、 宿泊してるんですよなのでゲストの朝ごはんの残りという感じになります実は今日は今デ、えージ 0, 0時じゃないお昼の12時の212時15分えっ、ー、とねもうこれランチなんですけど朝ごはん食べられなかったのでランチに残りいろいろ昨日の朝ごはんの残りとかね今日の残りとかいろいろ組み合わせてますはい 何かというと紅酒それと昨日の朝ごはんの残りの小松菜卵焼きとひじき、えー、それとポテトサラダ漬物はいえっ、ー、とねもろもろももも買ってきたものが多いんですよ。もうえっ、ー、と作ったのはこの中で言うと作ったのはこの卵焼きだけかなさっきは焼いただけだしあとはねみんなこうやって。 組み合わせて盛り付けてるだけそれと五分月玄米とまあ、あとお味噌汁は作りましたね小松菜昨日の卵焼きの残りの小松菜のお味噌汁はいこんな感じですねっ例は元年5月1日昨日ね天皇陛下のいろいろななんて言うんですか儀式ありましたね えーと私はちゃんとは見れてなかったんだけどそれよりも平成最後の朝ごはんをやるのを忘れてしまってそれが本当心残りで実はこの卵焼きの朝ごはんまあゲストがね友達だったっていうのもあってね一緒に朝ごはん食べてたからねそれをねやり忘れましたそれが後悔です。ですがはい昨日の朝ごはんと。 ままあ今日の朝ごははん混ぜて、はいいそんな感じで平成も終わりました、はい、総括をしたいと思いますがまあね大変な平成30年はもう私にとってもいろいろ大変でしたけど、まあ、とりあえず終わってみたら還暦60歳を迎えて新しい令和の年に還暦を迎えるっていうのもなんか意味があるかなと思って昭和30年生きて平成も30年生きてなのでこの このね、分配法則でいくと、令和も30年必ず生きてやるぞっていう感じに思ってます。はい。でもう5月2日になりました。皆さんね、連休どういうふうにお過ごしかわかりませんが、まあ残りの、天気はね、悪かったのでね、残りの連休が、天気がいいことを望みます。ということで、ランチタイムですが、これからこれを食べて、あと半日、元気過ごしたいと思います。今日もまた夕方はゲストが来ます。 ということで、古民家風の家、まダムもこんでした。いただきまーす。はい。やっとご飯お腹すいた。いただきます。